香港チャンネル。はい、質問が来ております。岸田首相が減税について、発言されてますけども、減税解散はあるんですかというところでございますけども、減税解散わかりません。もうね、岸田首相このタイミングを外したんではないかなとか思いますけどね。今からそういうのを決めたとしても、こうやってその減税をやるにあたったら、来年の6月やとか言われて、施行がとか、始まるのはもう大体ね10月以降ちゃいますかというようなことも言われてるっていうところで、これはもうね、マンデーバスターズとかでも言うてはりましたけども、先生方が本当にこの減税解散というのはね、あるのかないのかって言ったら、年内もうっていうか、もう足を引っ張って引きずり、足を引っ張るというよりか引きずり下ろされるっていうね、ことなのかなとか思いますけども、もう対象がですね、600万、以下が減税の対象で、以上は対象外とかね、いうようなことをおっしゃってるふうなことも聞きますし、あとその何でしょうね、あとはあれでしょう、4万円をね、この所得減税ね、すると、税金払ってる方っていう方々に、そして非課税の方に7万円を配る、そしてね、住民税に、森林環境税っていうのを1000円、プラスとかいうので、どうなんていうところでね、それをしたら、本当に、何なんですか。4万円所得減税したって月3500円ぐらいやとか、まあ4000円弱じゃないですか。それよりかもうね、1万円とか1万5000円、2万円、ぐらいの所得減税があれば、そうやなって。ほんでまた医療費とか、社会保障を来年上げるとか言ってるようなことも聞きますから、来年はもうね、この首相は変わってると思うんですけども、そういうところっていうのはどうなんかなって。ほんでこういうふうに騒ぎ立ててるっていうのは あるのかないのか、選挙がっていうところなんですけども、本当にこの間ね、世耕さんが、国会で、リーダーとしてのその姿勢が見当たらないとかね、で何がしたいのかわからないようなことをおっしゃりましたやんね、この指導者としてのとね。で、国民はそうだそうだとか、でも呆れてる状態なんですけども、世耕さん、岸田首相のが斜め後ろに座ってたんですよ、右後ろにね。なら岸田首相に言って笑いながらやけどね、あれもう腹立ってたと思いますわ。なんか周りにね、あのバカとかなんか怒りをね、この吐いてたというような、漏らしてたようなことを聞きますけども、それで慌てて世耕さんが、また謝りに行ったというところで、まあどっちもどっちってね、ほんだらあんたらそれプロレスかいなとね、まあ政権批判、うちからもって言うてニュースにもなってましたけども、その謝ったか謝ってないか、そして岸田首相が言うたか言うてないか、存じ上げまへんけども、まあそういうことやってたらあかんと。とりあえずね、世耕さんも世耕さんで、そのトリガーでもガソリン減税をなんでできへん、結局はね、そういうことさえもね、できへんのに、減税っていうことを本当にするのか、したとて、違うところで、増税に走るんではないかというところで、このこっち側で、私は批判して、こういうふうに、そして岸田首相も耳を傾けたみたいな感じにして、ね、
また増税というような、あしっかりね、もうね、もう出来レースっていうのが、それが事実ならばですよ、もう飽き飽きです。そんなことよりか自分らのそういうね選挙対策じゃなく国民の生活をに対することを対策してほしいなと思うところでね、常にもう国民をないがしろというところでございますけども、本当に身内からそういう批判が出るっていう風になってますけども、裏で何をしとるか分かれへんというところで、リーダーとしてのね姿を示せていないと世耕さん言うたけども、だからバカ野郎とか言うて、いやいやすまへんすまへんちゃいまんねんちゃいまんねん言うたって、ね首相やからそうやったのか、何言ってんねんというね、でもほんまに謝ったんか謝ってないのか分かりませんけどもね、それやったら情けなすぎるというところっていうのを私は感じたわけで、15兆円減税を早く決断してたらね、まだ局面景色も変わってたんではないかなとか思うところでございます。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。そしていいねを押していただければまた私も励みになりますので、よろしくお願いします。香港からのお知らせでした。